が日本昔話で有名な幽霊子育て飴、ここの前にねあるんですよ、お店が。こんにちは、みめのハンナリミヤコ TV ドスエ。今日は清らかな六原蜜寺からお届けしております。めっちゃここのねお寺中に入るとすっごくね空気が清浄なんですよ、清らか。でも今日はここには入りません。ここの近くにむちゃくちゃいいお店があるので今日はそちらをご案内したいと思いますので、みなのしついてこい。みーみゅハンナリミヤコ TV。 京都を中心に美味しいお店を紹介しています。食べて飲んですする、チャンネル登録よろしくお願いします。春水さんちゃん、今日はこちらに行ってきたいと思います。これいいね、いいね。あ、ジンギスカン定食。ありがとうございます。一緒一緒そうだな、もうメニューが山盛りすぎてめっちゃ悩んだんですけど、ジンギスカン定食にでもしようかなと思ったんですが、やっぱりここは六原蜜寺の近くの六原飯店なので、六原丼、それにしました。それとさっきほら書いてた、もう京都一うまい唐揚げって書いてるので、ぜひ食べてみたいので唐揚げを注文しました。そして女ジミの瓶ビール大瓶600円、いただきたいと思います。では皆さんお疲れ様でした。パンパン、いやこのぐらいで飲むビールも最高にうまいわ、最高。届きました六原どんぐり、めっちゃ美味しそうやで、めっちゃ美味しそう。では皆さんご覧いただきましょう。どうぞ。見てこの体に良さそうなどんぐり、酢豚っぽい感じのね、丼かな、鶏かな、何かな。唐揚げもいったので唐揚げも待ちたいと思います。唐揚げも到着しました。もう見るからにめちゃくちゃ美味しそう。これは絶対食べた方がいいね。ビール2本目言いました。唐揚げからいただきたいと思います。いただきます。わかる、この私アングルから見てこの大盛り加減、めっちゃ大盛り。この方京都一美味しいと言われる唐揚げをいただいてみたいと思います。うわー絶対美味しそう。野菜からはもう食べない、後で食べる。京都うまい。肉全然ちゃう。ふわ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 のカリッカリのジュワジュワがもうやばい。一気に食べたらやけどするけど、一気に食べたいと思います。うん、3倍ぐらいの
この唐揚げめちゃくちゃうまい。3回目この唐揚げめちゃくちゃうまい。ほんまにやけどしたけどめっちゃ美味しい。これ冷めないうちに六原ドームで食べたいと思います。これすごいボリュームよ。これなんやろ、これ鶏なんかな豚なんかな。酢豚どんぐりやん、めっちゃくちゃ美味しい、大声で叫びたいぐらいうまい。本気でこんなうまい酢豚も初めて食うたぐらいうまい。なんかこんなマグロチップの、すごい六原丼のくそ六原丼の謎が分かった。肝入ってる、肝、レバーと豚と野菜、玉ねぎ、ネギ、人参、ピーマン、盛りだくさんこれ。珍しいね、レバーにゴロゴロレバーが入ってた。めちゃくちゃ美味しいよこれ。見て、エビもこんな巨大、具材がめっちゃ巨大。美味しい、プリプリ。中華丼や、そうや、酢豚入れてるけど中華丼は酢なんか一個も入ってないわ。ラーメン280円。うまから揚げ。美味しい。だけど、こっちのとはやっぱり違いますよ。すごい、人気。人気食堂。六原のほんまに頼んでみてください。美味しい。すいません。完食と思いきや、全然まだまだ食べれそうなので、もうね、ラーメン並んでるかも気になってしゃあないね。ラーメンが大好き、ラーメン。ちょっとね、シンプルの、一番シンプルノーマルのラーメン580円、それを注文したので、それを食べたいと思います。来ましたよ。思ってた通りの昔ながらのシンプルラーメン580円。もちろんスープからいただきます。どう、皆さん、昔ながらのこのスープ絶対飲みたいよな。ありがとう、六原飯店。ザ食堂のめっちゃ美味しいラーメンになっております。うまっ。
うまい。チャーシューもこんな感じで、ながらながら。こういうね、食堂で食べるラーメンはラーメンでめっちゃ美味しいね。ほんで、ようあるこのでっかい本干しは、これ。なんか懐かしい、懐かしラーメン。なんか膨れてきてるけど、もう一杯食べれるぐらい美味しい。六原道の近くの六原飯店やってまいりましたけども、さすが老舗です。老舗の食堂大好きなんですけども、ここも本当に素晴らしいお店でした。いろいろ食べてもう全部大絶品。皆さんもぜひ花見小路、花見小路から近いので、また概要欄に載せておきますので、ぜひ来ていろんなメニュー食べてみてください。これほんまにメニューめっちゃあるんだ。これどれを食べても失敗がないと見ました。最後までご視聴ありがとうございました。メニューハンナリミヤコ TV、 チャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあねー。